ークウェアが始めるでっかいシリーズ第1弾、それがブレイブフェンサー武蔵伝。ノンストップで繰り広げられるアクションの連続、凝りに凝りまくった演出の数々、仕掛けるのはこの2人。普通に剣振るっていうアクションっていうのはまあ今までもまああったと、けれどもまあ2本の剣でいろんな局面で、変えながらっていうか、その性質の違う剣をも使いつつ、謎を解いていくとか、そういう要素を入れていくっていうのはなかったんじゃないかなっていうところなんですけれども、そのいかに日本を使うことに意味を持たせるかというのがまあ大きなポイントだったんですけど、まあ、あのいろいろまあ宮本武蔵に関する書物を紐解いてみたりしますと、まあ基本的に二刀流っていうのは片方でなんか相手を抑え込みながらもう一本で切るとかみたいな感じだったんで、まあ一応それ的な要素も取り入れながら、まあいかにゲームに組み込んでいくかですね。アイデアをたくさん入れて、プレイヤーを驚かすみたいな、そういうのをつなげていってなんか面白さを演出するみたいな、触って面白いっていうか、そういうところがやっぱりこだわってる部分であると思いますけども、システムの部分っていうのはどうしてもやっぱ剣を2本使うとはいえ、まあ、振ることには変わりないというか切ることには変わりないんで、まあ、もう一つそのアクション RPG としての軸がもう一つ欲しいなというので、まあ、それがまた普通の RPG にあるような魔法を、まあ、火の魔法とか水の魔法っていうのじゃ、まあ、もう一つ見た目にも面白くないと、まあ、ありふれてるんで、まあ、もうちょっと奇抜なものが何でも取り入れるような方向で考えたのが、まあ、ゲットイン、まあ、敵からスイート。多分他のチームではまあいくらなんでもやらないでしょみたいなところを、まあうちはいいじゃない、面白いよみたいな、面白けりゃ OK っていうところがかなりの部分を占めてるんで、何でもありの面白さっていうか、それを目指しているところあるんで、そういったちょっとバカバカしいけど、まあやって面白いんなら OK っていうのは入れちゃってますね。寒いギャグっていうゲットイン技がありまして、まあその武蔵がまあ冒険をしてますとですね、その武蔵にまとわりついてはつまらんシャレをこういちいち言って回る敵みたいなのを設定してまして、まあそれからゲットインすると、まあ武蔵もそういうシャレをいちいち言うというネタがありましたけど、まあいろいろさまざまな事情で没になりました。フィギュアとかそういうのはまあ人並みにたしなむ程度でしょうか。買うまでが楽しい。手に入れてしまうともう興味の対象から外れて、また次のターゲットをこう狙う感じで、常に店をチェックみたいな感じですね。ズバリフィギュアの買い集める要素が、ね、入ってますね。まさに店に行けば必ずそのフィギュアが売ってるとかじゃなくて、行くタイミングとかその武蔵の置かれてる状況によって売っているフィギュアの処理が違ったり、まあ、なかなか売ってないフィギュアとかもあります。結局だからあの収集コレクトするとか、そういったあの楽しみっていうのは、まあ、バーチャルっていうかゲーム世界でも同じっていう括りで、まあ、箱庭の中に自然に入るっていう感じが言えるかなとは思うんですけどね。まあ、広く浅くもいいんですけど、何か一つその他の人にはできないというか負けないものをまあ持ってれば強い武器になると思うんで、何か一つまあのめり込んでできるものがあればと、そういうのを見つけて頑張っていただきたいと思います。情熱ですかね。情熱、ゲームに対する情熱とか、まあ、いろんなものに情熱があれば、俺が作るんだとか、なんか俺がこういう絵を描くとか、そういったなんか気概とかそういうのを持ってれば必ずなれるかなと思います。